上井草球場はかつて東京都杉並区上井草にあった野球場。1936年の東京セネタース結成に合わせ職業野球団所有球場として開設されたが、1959年をもって廃止撤去された。当時の東京府東京市杉並区に西武鉄道が建設し、1936年8月に完成。当時は 東京球場という名称であり、戸塚球場や大東京軍の本拠地、須崎球場とともに、東京でのプロ野球界再球場の一つとなった。西武鉄道の沿線にあるため都心からも比較的行きやすいという売り込みだったが、翌1937年9月に、高楽園球場が都心の小石川区春日町に開設されると、 開催試合数は次第に減っていった。綺麗だが、こじんまりした箱庭のような球場だったらしい。正面入り口には、セネタースの正式名称、東京野球協会の略称、TBBA のロゴが付けられていた。1940年、西武鉄道は、上草に総合運動場を計画していた、東京市にこの球場を寄付。戦後は1945年に、 いち早く復興。1946年から1952年まで、神宮球場が米軍に接収された間、この球場でも東京六大学の試合が行われ、主に学生野球などアマチュアの試合が中心となっていった。上井草球場でのプロ野球公式戦は1950年8月4日の太平洋野球連盟の東急フライヤーズ VS 毎日オリオンズ。 阪急ブレーブス VS ダイエースターズの変則ダブルヘッダーが最後の開催であった。1959年、東京都は水道の貯水池を建設するため、上草球場を廃止。都は貯水池の上に野球場や体育館、テニスコートなどを整備して1967年に上草総合運動場が完成。現在は杉並区に移管され、 クエーカミグサスポーツセンターとなっている。ありがとうございます。